今日は、はい、罪を許す権威と題してお話しますよとお話しましたが、前回は、はい、イエス様の第二の権威、悪霊を追い出す権威について話したわけです。イエス様が現れた時、はい、旧約聖書とはっきり違うのは何であるかというと、悪霊たちが現れた正体を出したということ。旧約聖書を見ていただくと分かります。アブラハムが出ようが、ね、ダニエルさんが出ようが、ね、エノクさんが出ようが、ノアさんが現れようが、はい、悪魔が、私が、ね、あなた方の先祖を誘惑した悪魔だよ、ね、悪霊だよと言って姿を現す悪魔悪霊は一人も出てきません。これは私は新城教会の、はい、滝本牧師に教えられたので、はい、そうだなと思っています。まさにそう。しかしイエス様がこの世に現れた時、はい、人の子となられてイエス様が現れ、そして公の伝道生涯に入られた時に悪霊が出てきたわけです、うん、そしてイエス様に彼らは、はい、どうして、ね、私たちを、ね、苦しめようとして出てきたんですか、いつ私たちを、ね、あの底知れぬところに追いやろうとしてるんですかということを言いました。あなたはそして神の子供ですと言った。悪霊たち、私たちを苦しめないでください、あのね野原にいる豚に私たちを入れてください、豚に、ね、住めるようにしてください、このガダラ人レギオン、この悪霊に疲れた人から出ていきますので、はい、豚の中に入らせてください。イエス様はそれを許した、ね、レギオンというのは、はい、2000匹というローマの軍隊の名前なんです。2000匹の、はい、悪霊がこの2人の、はい、この男性に住んでおったわけです。その2000匹の悪霊が出ていったので、豚が2000匹、はい、崖を落っこって、そして湖に溺れて死んでしまったというのが前回の悪霊に対するイエス様の権威。イエス様は弟子たち、ペテロ、ヨハネたちに、はい、悪霊を制する権威、病を癒す権威を与えたと出ておりますが、はい、イエス様は、はい、その前にガリラの大暴風を、はい、沈める自然界に対する権威、そして悪霊に対する権威、そして今日は3番目、はい、今日の物語は、はい、中部の人を、はい、癒したというこの出来事で、はい、中部の人を癒したんですけれども、はい、その一番の中心は何かというと、罪を、はい、許す権威をイエス様は持っているということをここで教えているわけです。イエス様はこの湖の向こう岸、はい、悪霊に疲れた、ね、レギオン、ガダラ人の力、ゲラサ人の力、戻ってきた。自分の町に戻ってきたんですね。自分の町に帰られたとか。自分の町というのはガリラの湖のほとりにあるカペナウム。ここがイエス様の伝道の根拠地なんです。イエス様の生まれた実家は近所にありますけど、ナザレの町なんです。そこでお父さん、お母さん、兄弟たちと生活しておりましたが、伝道の根拠地、洗礼を受けて、そしてガリラ地方に行かれて、そしてその拠点としたのがカペナウム。その町にまた湖の向こうから帰ってきた。すると人々が中部の人を床に寝かしたまま運んできたんだ。イエス様のところに運んできたんですけれども、イエス様は彼らの信仰を見て、はい、中部の人に言ったんだ。しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。後悔だ、うん、ですけどこの物語よく見ると、はい、人々がというのは4人の人なんですね。マルコにも、はい、2章、ルカの5章にもこの物語は出ておって、非常に有名な出来事らしい、はい、4人の人が、はい、自分の知り合いのこの中部の人を床に寝たままで、はい、運んできたイエス様のところ、はい、ところがここではそんなこと書いてないんですが、マルコルカを見て分かります、はい、人々がその家の中にいっぱいいたので、入っていくわけにいけない、このベッドを運んでいくわけにいかないので、はい、屋根に登って、屋根に穴を開けて、屋根からこのベッドを吊り下ろしたと書いて、イエス様が座っているこの座敷の真ん中あたりに、ね、ベッドごと吊り下ろしたと書いて、まあすごいことをやったわけです。
常識離れ離れもいいところです。こんなことやったら大変なことになるんでしょう。それをやったんだ。それをイエス様は見たんだ。どう見たか。イエスは彼らの信仰を見たって言ってるんですね。非常識な行いを見たとは言ってない。彼らの信仰を見た、はい、あなた私の前を歩んで全くありよとアブラハムに、ノアさんに、エノクさんに、はい、神様語ったんでしょうが、はい、彼らの信仰を見た。どういう信仰なの。この4人の者たちに信仰があった、はい、イエス様を信じる信仰があったの。イエス様が癒してくださるという信仰があったの。イエス様のところに連れてくると、はい、この中部の人を治るという信仰があったので、はい、連れてきたと、こういうことが。これをイエス様は見たの。神様が私たちに、今日私たちに、今日あなたに、はい、関心のあるのはどういうことか。あなたに今日の御言葉を通して、あなたの心に信仰があるかどうかということを見てらっしゃる。神は全世界を見そなわして、はい、ご自分に向かって心を全うするものを通して力を表されると、第二歴代の16章ですか、そこに記されている。神は全世界を 見渡して、はい、神に対する信仰、全く信仰を持っている人がいるかどうかを見てらっしゃる、こういうことなんです。そしてその者がいたならば、その者を通して神の栄光を、祝福を表すと、こう言ってる、うん、シリアの将軍ナーマン大将、カナン人の女性、はい、いろんな人が、はい、選ばれましたよと、こうイエス様はメッセージを語ってるところがあります。神様は信仰がなくては神に喜ばれることはできないと、こう言ってる。神はご自分が生きていること、また神に求めるものには報いてくださることを私たちは信じなければならないんです、はいはい、神は、はい、信仰を求め、はい、神がいることと、すなわちいることと神に求めるものには報いてくださる方であることを信じなければいけない。ヘブル書の11章6節ですか。この有名な御言葉ですから覚えておいてください。今日の一日神様感謝します、はい、今日、ね、礼拝に出られました、はい、賛美を歌うことが許されました。私の人生にあなたが働いて、ね、あなたに従う人生や導いておいてくださることを感謝します。どうぞあなたの計画がさらに実現していきますように、私を用いてください。私を選んでくださったことを感謝します。この年の歩みを豊かに祝し、私の祈りに応えてくださいという、この信仰なんだ。それをイエス様は見たんだ、はい、そして中部の人、はい、病人ですね、はい、4人の人の信仰を見たんだ。中部の人じゃないんですよ、患者さんじゃない。患者さんはこの中部の人なんだ。患者のこの人に、こよしっかりしなさい、あなたの罪は許されましたと、こう言われた、はい、家ではたくさんの人が見ておった。その中に律法学者たちという、律法学者もまた見ていたんです、参加しておったんです、うん、そして律法学者は、はい、心の中でイエス様のなさった、その言ったその言葉、それをキャッチして心の中でこう言った。この人は神を汚しているぞと、こう言った。神を汚しているんだから本当の預言者じゃないぞと、こう言った。心の中で自問自答している。それを、はい、イエス様は、はい、この知恵知識の賜物、はい、それで見抜いて、イエスは彼の心の思いを知ったと言って、分かる。なぜ心の中で悪いことを考えているのかと、悪いことを考えている。この人は神を汚している。この考え方、うん、すなわちイエス様が
あなたの罪はしっかりしなさい、許されたといったことを、はい、人間として現れたイエス様が、ね、人間の罪が許されたとこう言っていることに対して、神を汚しているとこう彼は考えた。ある意味で言うならば正しいんですけれども、イエス様はその思いを知って、はい、なぜ心の中で悪いことを考えているのかとこう言う。悪いことなんです。すなわち、はい、信仰がないんです。イエス様に対する信仰がないんです。イエス様の言葉に対する信仰がないんです。人間が人の罪を許す権利なんてあるものかと思っているわけです。確かにそれはそうでしょう。だけどイエス様は天から下られた、はい、誠の生ける神の子、私たちの罪を背負い、はい、十字架にかかり死を打ち滅ぼして、ね、私たちを罪の支配から死の支配から解放してくださるお方、はい、大自然も悪霊も神の権威を認めて、はい、そして静まり、そして豚の中に、はい、逃げていきました。学者は悪霊のように見ることできない。神を汚していると。悪霊たちはまさかイエス様がね、神を汚しているなんてことは言ってない。よく知ってる、その権威を知ってる、自分たちを永遠に滅ぼすことを知ってる。しかし律法学者は知らない、信仰がない。ということで、はい、あなたの罪は許されたというのと、5節、起きて 歩けというのと、どちらが優しいんですかと、こういうことをイエス様は教えた。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいんですかと、こう言った。これは一体どういう難しい、ね、なかなかこれね、解説するのは難しいですけれども、はい、一人の神学者はこう言っております、うん、罪が許された、はい、起きて歩け、はい、両方とも難しいことをイエス様が、はい、指摘する質問なんですよ。質問してるわけですね。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どっちが優しいですかと、こう学者に質問してるわけです。人々に質問して、両方とも難しいことを指摘する質問なの。この時代、はい、一般の人々の考えはどういう考えがあるかというと、はいはい、癒しというものは、病気の癒しは、はい、罪が許される、罪が許された唯一の証拠だよということなの。そしてまた同時に、病気というもの、病というものは罪の結果として起こるんだよということを、ヨハネ伝の9章を見ていただくと、生まれつきの、はい、盲目の人、はい、その人を見てペテロ弟子たちが、この人が生まれつき、ね、盲目に生まれたのは本人の罪ですか、両親の罪ですかって言ってイエス様に聞いておる。要するに、ね、病気というもの、はい、この盲目という、はい、病というものは、はい、罪の結果だと考えている。イエス様は、はい、本人でもはない、両親でもない、はい、この人を通して神の栄光が現れるためなんだとおっしゃいました、はい、ということで、はい、病は、はい、罪の結果だと思ってたんですけれども、はい、どちらもこれは難しい。あなた方に、うん、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、はい、イエス様にご自身ですね、罪を許す権威をあなた方に知らせるためにこう言って、それから中部の人に起きなさい、寝床を畳んで家に帰なさいと言われた。病気が癒されたならば、はい、それは、はい、罪を許す権威があるということを、はい、認めるということになるわけです。すると彼は起きて、はい、家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなった。
こんな権威を人にお与えになった神を崇めたと言って、はい、神様がイエス様に権威を与えたということを、はい、ここでおっしゃる。ということで、はい、大自然を治める、はい、権威、この山に向かって海に入るといえばその通りになるという権威を神様は私たちに与えているんだとこうイエス様おっしゃっている。いやー本当かいなと思います。結構自分には権威がないなと思っています。悪霊を追い出す権威、はい、以前一人の人から悪霊を、ね、追い出したことがありますけれども、ね、本当にどこまで悪霊が出ていたか知りませんけれども、まあ見なくなったという、ね、そういう経験をさせていただいたことがありますけど、イエス・キリスト何よってお前に、ね、何々の霊をこの人から出ていけとこう言ってですね、みんなで祈って出ていったということになっておりますけど、うん、そして中部の人の癒し、はい、すなわち、はい、中部の人、なぜ中部かということ、なぜ中部か、あなたの罪は許されたと言った。中部というものは、はい、罪の結果としてこの人の場合ですよ。この人の場合、罪の、はい、結果として表されているんだ。ですから中部の癒しも大事なんですけれども、最も大事なことはこの人の中にある罪が許されることですよということをイエス様は実行してください。病気じゃない。この人のここにある罪なんだ。不信仰なんだ。汚れなんだ。多くの人の場合、これが非常に多いわけです。私たち日本人の場合も多いわけです。罪のゆえに、はい、その肉体に症状が現れてくる。弱さが現れてくる。それをイエス様は、はい、見抜かれたということをどうぞ覚えていただきたいと思います。罪の意味、いろんなことをする、はい、そこに不信仰があるから、うん、貪欲があるから、はい、神に対する信仰がないから、ヨハネ伝の五章を見ると、はい、一人の人が37年も8年もね、この泉のそばにいて、ね、温泉が湧けるのを待ってるという物語がある、うん、はい、あなた本当に治りたいかとイエス様おっしゃる、うん、彼は言いました、ね、泉が湧くという時に人々は我先にと泉に入っていってしまって、私を取り残して助けてくれる人誰もいない、うん、イエス様、ね、治りたいんですか、ヨハネ伝の五章よくなりたい、誰も入れてくれる人いません、はい、イエス様おっしゃいました、起きて床を取り上げて歩きなさい、今の中部の人と似てますね、起きて床を取り上げて歩け、権威なんですね、はい、その人はすぐ治って床を取り上げて歩いた、はい、それで彼は、はい、再びこの神殿の中で彼に出会った、はい、もう罪を犯してはいけませんよ、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こりますよとこの人には警告を与えている、はい、治りたいか、治りたいという信仰がないんです、この人、他の人がやってくれない、あったのかもしれないけど他の人が、ね、私を連れて行ってくれない、そうなん、病も長くなると自分にとって都合のいいものになっちゃう、盲目が都合のいいことになる、人々から、ね、お金もらったり食べ物もらう、働かない、うん、はい、治りたくなる、治る必要がないわけです、治らなくちゃならない責任はないわけです。バルテマイという人がイエス様の
来た時、ダメなんだこれ、ダメなんだこれ、私は憐れんでください、憐れんでください、憐れんでくださいって言って、イエス様何が欲しいんですか、目が開かれることです、あなたの信仰があなたを治した、健やかになれて、こう言って、はい、彼は癒しました、はい、目が開かれること、目が開かれることはすなわち、ね、開いて自分で自分の生活を、ね、働いてやるということになる、だけどそれを彼は求めた、信仰を、ね、告白したわけです、はい、今の中国の人は、はい、罪の、はい、許しが必要であった、はい、そして、はい、その結果として、はい、癒しをイエスも与えてくださったということでございます。それでは以上にさせていただきます。お聞きください。歌集の309番、ダンス、これを歌って最後のして今日は歌集の309です。ダンス、はい、よろしく。Thank you.
とうございます。キリスト様の流されたように血潮を心から感謝します。聖霊様、今あなたがこのところに臨み、またお一人人に今あなたが触れておくださることを感謝をいたします。どうぞ生ける信仰を持ってあなたの癒しを捉えることができますよう助けてください。信仰の霊、イエス、何をともに縛る、どうぞ主がどうぞお一人人に生ける信仰を与えてください。魂をイエス、何をともに命令する、完全に健やかになれ、健やかになれ、癒されよ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 。聖霊様、どうぞ一人人の魂に乗る望み、また肉体のやめるところ、弱っているところに見ておいてくださいますようお願いをいたします。どうぞ頭痛を癒し、またどうぞ糖尿を癒し、またどうぞ腫瘍を取り去り、どうぞ主がどうぞ弱っているお一人一人の内臓の一つ一つに、足腰に、どうぞ脳の働きに、どうぞ触れてくださいますよう、魂にあなたの恵みが、癒しが、解放が、平安が豊かに与えられますように助けてください。イエス様の血潮を褒めたたえ賛美いたします。皆を褒めたたえ賛美いたします。感謝をし、主の皆によって信じて祝福します。アーメン。それでは聖霊の祝福を、賛美歌の7番、父御子御霊、これを歌います。賛美歌の7番、聖霊の親しい御交わり、御前にあります、愛する兄弟姉妹たちと共に、今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。この礼拝はインターネットによって、はい、国内、海外に、はい、開かれております、はい、教会の、はい、案内が、はい、この道路、教会の前と、そしてまた角の、はい、十字路にも、はい、東部電力さんによって、またテルウェルによって今作られ、また一部完成してきましたので、はい、感謝をしております、あと何箇所かね、はい、あの作れることになって、テルウェルと東部電力が、はい、両方でやってくださっています。終わった？いえ。
はい、それでは以上、そこまでにさせていただきたいと思います。はい、感謝します。